皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、シューマン交響曲第2番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章4回目、316小節目から393小節目までを解説していきます。早速316小節目からの母音ですが、ここもかなり不自然な箇所が出てきますので、修正を行いながら説明していきたいと思います。で、最初2小節の単位になっていますが、ここを320小節目まで一つにつないでいただきたいと思います。ダウン一指で、ダウン一指で320小節目まで一指でつなげます。で、その後ダウンの指定になっているんですけども、ここを消してアップに変えていただきたいと思います。しばらく指順で、で330小節目、331小節目をダウン一指でつなげます。ここはスラをつけていただきたいと思います。で、その後アップから入って指順で、で今しましたように342小節目、343小節目、ここも楽にはスラがないんですけれども、アップ一指でここをつないでいただきたいと思います。で、その後ですが、最初のゲをダウンから入って、でその先349小節目から350小節目、ここもスターが F で切れてるんですけれども、ここを G から F までアップ一読みでつないでいただきたいと思います。もう一度はじめ316小節目から今の場所まで通して演奏します。最初の A をダウンを起点に弓順で弾くようにしてください。で、359小節目から最初は当然ダウン、でその後の A から始まる16ポップのフレーズから次の小節にまたがる G までをアップ一指で弾いていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、でこの G はできるだけ D 線で押さえて取っていただきたいと思います。で、つい間違いやすいのが、その前の16ポップの F、ここを惰性でフィスでシャープをつけてしまう可能性がありますので、そこは間違えないように注意していただきたいと思います。その先は G がアップになりますので、オクターブ下がった G はダウン、あとはもうその次に弓順になります。ここまでボーイングはこのような形となります。374小節目から13小節間は最初の弦をダウンを起点に、ここも当然弓順で弾く形になります。その後387小節目からポジションを説明していきます。で、ポイントは388小節目、389小節目のこの上のこの弦ドアのスケールなんですけれども、ここを2つのパターンを説明します。まず1つは、で真ん中の弦を開放で取って、ここから弦線1本で上っていく方法があります。で、指番号で説明しますと、A を1で、ハーと J を2、4で、D と A を第4ポジションで1、4とまとめて取って、で最後、フィスと J は第6ポジションで2、3と取ります。ゆっくり弾きますと、で、戻るときも同じフィンガリングで降りていただいて、このようなパターンとなります。で、2つ目は真ん中の弦を D 線で押さえて取る方法があります。で、最初からゆっくり弾きますと、で弦はここは第3ポジションで、弦は1を使います。で、ここから A を4でまとめて取って、ハーと C を第5ポジションで2、4と取ります。 C までを D 線で取って、 D から弦線に移ります。で、あとは1回目のパターンと同じように D と A を1、4で、フィスと A を第6ポジションで2、3と取る形になります。最初からゆっくり弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。そして
戻る時も先ほどと同じ形で、2回目のパターンはこのような形になります。もう一度先ほどの2つのポジションをゆっくりしたテンポで通して演奏します。最後392小節目はアフタクトをアップから入って、その後のフェルマートまでダウン一指で弾いていただきたいと思います。で、C シャーがここでかなり長く伸ばすようであれば、途中で1回の替え身をしていただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。387小節目からのこのゲードアームスケールは、まずゆっくりしたテンポから左手のこのポジションを覚えるという練習から始めていただきたいと思います。指揮者によっては374小節目からテンポを加速する場合もあります。そうなるとかなり演奏するのは困難になってきてしまうんですけれども、最低でもスポーツさんとのこの長いタイのゲードは確実に弾けるように練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。